皆様ご機嫌いかがでしょうか。穂積寺住職の脇田翔徳こと翔徳くんです。さて、このチャンネルは運を高めて豊かな人生を送るための内容を発信いたします。よければチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。今回は同じく人相、元相について、お話しできればと思います。同じくというのはすいません、前回に引き続きですね。で、今回の相というのはですね、浮気や不倫をしやすいお顔の特徴、こちらについて、4つほどご紹介できればと思います。どんなにね、美男美女でどんなに性格が良くても、できることならば浮気や不倫をする相手とはお付き合いしたくないというのが実情ですよね。でもそれが初めから分かっていれば世話ないというふうにですね、思われる方も多いと思います。そんな時こそ実はお顔の特徴からなんとなくそういった浮気癖のあるお人を見抜くことができます。そこで今回は浮気不倫なんかをしがちな人の人相、こちらをお届けします。まず一つ目ですね、注目すべきは眉です。眉がですね、まばらな人、眉がまばらな人というのは恋人以外に魅力を感じてしまいがちな小悪魔の相なんですね。まばらで乱れた眉毛の人というのは波乱万丈型の人生を送りがちです。恋愛の浮き沈みが激しく安定感がないというふうに言ったら分かりやすいかもしれないですね。付き合っていても他の異性の方がですね、魅力的に感じてしまって、つい手を出してしまったり、手を出されても断りきれないところがあります。で、表面上はですね、非常に穏やかに見えるんですけど、内面というのは淡泊なので、異性を振り回す小悪魔の相とされるんですね。恋愛でもですね、燃え上がったと思ったらすぐに情熱が冷めてしまうこともしばしばあり、お付き合いしても気が休まらないかもしれません。これが一つ目。そして二つ目、絵がですねあまり得意でないのでですね、笑わずに見てやってください。垂れ目の人で目尻が丸っこい方、目尻というのはこちらの方ですね、こちら目頭、こういった方はですね、異性が大好きで優柔不断な好色の相とされます。目が垂れていてですね、瞳が丸っこい方というのはなんともチャーミングで可愛らしい印象を与えるんですけど、まぶたがですね二重でなくて幾重かになっていて、特にで垂れ目で目尻が丸い方は男好きであったり、あるいは女好きである好色の相というふうに言われています。推しに弱いところがあって、異性から好かれると断りきれないという真の弱さがあるんですね。結婚を誓い合うような相手がいたとしても、ちょっとアプローチをされるとホイホイとついていってしまう。あと目の下に泣きぼくろがある場合だと、さらに異性が大好き、いつも恋をしてないと自分らしくないというふうに考えてしまうタイプがこれにあたります。せっかくお付き合いしてもね、そういった常に自分のそばにいてくださらないというのは付き合って結構ストレスになる場合が多いですよね。そしてお次がですね、鼻が曲がっていて、お鼻がですね、このお鼻の部分が曲がっている、で、先が尖っている人、先が尖った人は結構美男美女多いんですけど、このお鼻はですね、計算高く友達の恋人を奪うという略奪の相なんです。お鼻が左右に曲がっていたり偏っていたり陥没している人、こういう方というのは物事が滞るという競争とされます。特にお鼻が曲がっているのはですね、野心を持っていて計算高く、
一つのものでは満足できないので、お友達の恋人を略奪しようとするところがあります。結果的にそれで周囲から非難批判されることになるんですけど、なかなか面の皮というんですかね、それも厚く平然としているっていうケースもあります。付き合っている方からすると、そちらが浮気を責めてもですね、開き直って逆に怒ってくるっていうケースもあります。あと、お花が鳥のくちばしみたいに尖っていると、さらにこの傾向は強くなると言えます。利己的な層なんですね。お花が尖っている方、綺麗ですけどね、できるなら避けたいというお相手です。そして最後、唇、お口というのは特に恋愛語と生活力を表す面です。表す層ですね、パーツで、唇が膨らんでいる、これだったらいいんですけど、笑うとかつ歯茎が見えてしまう人、たまにいらっしゃいますよね。唇が膨らんでいてかつですよ、笑うと歯茎が見える、どちらかだったら別に問題はありません。本当に絵が下手ですいません。この層は性に奔放な異性を食べてしまうという層です。両唇が膨らんでいるような形をしていて、横に長くかつ笑うと歯茎が見えるというのは、性に奔放な異性食いの層と言われます。一見ですね、世話好きで元気な人が多いとされるんですが、親しくなると相手を押し倒さんばかりのエネルギーが有り余っているタイプです。なので一夜のアバンチュールが多く、火遊びが大好きな性格ということになるんですね。唇にほくろがある場合は、快楽にのめり込みやすいという傾向があります。どんなにパートナーが手綱を握っていても、するりと逃げて陰で遊んでしまいやすい、そういったそうです。ちなみに唇が膨らんでいるだけでしたら、愛情深いそう、そして笑うと歯茎が見える方というのはお世話好きな人とは言われています。で、付き合った方がですね、浮気をしがちな人相の持ち主だったとしても落ち込むことはありません。なぜなら顔というのは日々刻々と変化をしていくものだからです。あなたがしっかりと手綱を握って、相手が浮気をしないように魅力的であり続けるということができると良いというところですかね。そうすると次第に相手のお顔立ちも変わっていくというところです。確かに少し骨は折れるかもしれませんが、相手のことが本当に好きであるならば、そこも受け入れながら自分自身も磨いていけば、円満に一緒にいられるんではないかと思います。逆に言えば魅力的な人とも取れますしね。ということで、今回は恋愛にまつわる人相についてお話をさせていただきました。それでは皆様、本日も最後までご視聴くださりありがとうございます。良きことがさんさんと降り注ぎますように。